この種目の大会記録は、法政大学の課題点が昨年マークした13秒63です。13秒62の資格記録を持つ早稲田大学の堂田君、13秒74の資格記録を持ち、予選を14秒14のトップの記録で通過した同じく早稲田大学の古谷君を中心に本戦が予定されます。準決勝は全部で2組行われ、各組3着までと4着以下上位記録2名がこの後14時5分から行われる決勝に進出します。それでは準決勝第1組出場選手を申し上げます。第2レーンから山田那志君、日本大学。第3レーン加藤拓真君、筑波大学。第4レーン北木雄太君、日本体育大学。第5レーン川島亮太君、東海大学。第6レーン古谷匠君、早稲田大学。第7レーン玉木翔吾君、順天堂大学。第8レーン白髪健太郎君、明治大学。第9レーン吉村海斗君、法政大学。以上8名の出場で準決勝第1組です。以上、14秒8秒まで安定。